皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は自宅でできるパター上達法ということでレッスンをさせていただきます。このパターの上達法に関してはですね、7ステップに分けて説明をしていきます。7本の動画に分けて説明をさせていただきます。どうしてもですね、伝えたいことがたくさんありますので、しっかりと1から順番に見ていってください。まず1回目の動画ではグリップとアドレスについて見ていきます。2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目とですね、全部ですね、このパターについて網羅していきたいなと思っておりますので、お付き合いください。それではまずステップ1のアドレスとグリップについて説明をしていきます。パターのグリップというのはですね、基本的にこう握らなきゃいけないっていうのは決まっていません。例えばですね、こう左手はちゃんと握っていて、右手はこう支えているようなグリップであったりとか、逆に右手が上に来て左手が下に来るようなこういうグリップも全然 OK です。ただ今回はグリップ、おすすめしたいグリップというのは逆オーバーラッピングといった握り方、ちょっと説明をしていきます。左手が上にもちろん来るんですけども、ここから左手の人差し指を上げてください。左手の人差し指を上げていただいて、右手の小指も上げていきます。このような形でセットしていきます。こういう右手の小指、左手の人差し指を上げてピシャッと密着させていく。そこから左手の人差し指は右手の上にかぶせていきます。で、小指はこのまま握っていきます。このような形です。こうするとですね、一体感、腕との一体感が作れますので、このグリップはおすすめです。で、指をですね、こう両サイドから広げる方結構いますけども、こうするとちょっと指先の感覚になってきてしまいますので、あまりおすすめはしません。感覚がつきやすいという方はですね、伸ばしていただいても結構なんですけども、今回しっかりと基本的に学んでいこうと思われる方はですね、この指先っていうのも伸ばさないようにちょっと練習をしていきましょう。このような形です。グリップはもうこの逆オーバーですね。もう一度いきます。左手の人差し指を伸ばす、右手の小指も伸ばす、そこからクラブにあてがって密着させる。で、左手の人差し指を右手にかぶせる、小指も乗せるという形でこう握っていきます。このような形です。はい、これでグリップの説明は終わります。それでは続いてアドレスに入っていきます。このパターのアドレスは非常に重要な部分になります。グリップはですね、いろんな形 OK ですよってことなんですけども、アドレスに関してはしっかりとパターのアドレスを作る必要があります。通常のショットのアドレスっていうのは背筋を伸ばして、このように顎を引いてこう構えていきます。大きく見せるアドレスを作っていくんですけども、これではパターは綺麗に打てません。こういうふうに構えている方結構いますけども、こうですとまっすぐのストロークっていうのが難しくなってきます。このアドレスというのはですね、まっすぐストロークを作る、まっすぐボールを転がす上で一番効率のいいアドレスを作っていく必要があります。そのためにはこの体というのは丸みを帯びていた方がいいです。このように丸みを帯びて背筋も伸ばさずに、このような構えを作る必要があります。これはですね、よく私はレッスンでやらせていただくのは、こういうふうにボールが遠くにいて体が起きているとまっすぐに引こうとすると動いてしまったり、イントゥインの軌道が強くなりすぎてしまいます。この体の面が地面に対して垂直にこうなっていると、肩の動きというのがまっすぐに動かしやすくて、ヘッドも簡単にまっすぐに動かすことができます。だけどこのアドレスというのはかなり地面に近くなってしまいますので、この体の面をイメージした状態で肩をですね、肩の前側を地面に向けるイメージでアドレスを作っていきます。このような形です。こうするとストローク、ヘッドの動きというのは非常に安定した動きを作りやすくなります。今のポイントもう一度説明させていただきます。体の肩のこの面ですね、この面を地面に対して向けていくということです。こう背筋が伸びているとどうしても肩の面というのは前に向いてきてしまいます。前というか斜め下に向いてきてしまいます。この肩のこの部分ですね、この部分を真下に向けていくイメージで構えます。
こうするとストロークが非常に安定してきますので、ぜひこの構え方やってみてください。でスタンスの幅もあまり大きく構えないように、肩幅よりも少し広い程度で構えるように意識をしていきましょう。バランスを取るということが大切になってきます。で腕のライン、腕はですね、軽く脇が締まる程度で OK です。こう肘を張ったりとかですね、手をこう張ったりしないように、軽く脇を締めて内にこう絞るような形で構えていきます。ギュッというのは必要ありません。軽く絞る程度で OK です。この感覚つかむにはですね、両脇にボールをこう挟んでみて、このボールが落ちないよっていうぐらいの感覚で結構です。ギュッてやるとちょっと痛いので、その感覚痛くならない程度でやってみてください。はい、それではですね、グリップとアドレス完成形をご覧ください。このような形です。ボールセットする位置は左目の下にボールをセットするように意識をしていきましょう。この確認方法はもう単純に左目からボールを落として落ちた場所にセットするという形で、ボールの位置を確認していただけるといいかなと思います。それではですね、まず1ステップ目のグリップとアドレス、一度ですね鏡などでチェックして、自分のアドレスどうかなっていうことを見て、あ、パターっぽいアドレスできているなっていうことを確認して、次のステップへと進んでください。それでは本日は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。